はい、こんにちは。パーカッションの高文です。今回はパーカッションの騒音対策ということで、家の中でどうにかパーカッション叩けないかといった内容です。特に賃貸、アパートとかマンションに住んでいる方で、パーカッションなんとか、家の中で叩きたいんだけれども、なかなか苦情が気になるよといった場合に、どういう対策が考えられるのか、まあ、具体的にはどういうふうに音量を落とすのかだったり、まあ、代わりになる、ね、練習方法の提案をしていきたいと思います。 はい、ドラムセットであれば、練習パッドとか、ローボリュームシンバルといったものも今販売されてますから、そういうのを使って、家でも結構ちゃんとした練習ができるかなと思うんだけれども、ことパーカッションに関してはそういうのないとで。もしね、楽器メーカーさん見てらしたら、パーカッションでそういう消音するアイテムがあったら絶対売れると思いますので、ぜひやってみてください。はい。で、僕も今この家は一軒家なんですけれども、その前はね、結構マンション住まいが。 長かったので、マンションの中でどうにかバカショー叩けないかなと、練習できないかなと、消音、防音のアイディア、練習のアイディアっていうのね、結構いろんなの試しました。で、僕としてはもうあらゆる楽器でそういうアイディア、いくらでも思いつくんですけれども、意外とね、レッスンとかで伝えると、あ、そんなやり方あったんですね、みたいな言われることが多いので、この動画でね、シェアしていきたいと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。 で今回は仮に僕がマンションに住んでいて家の中でコンガを練習したいとなった時にどういうやり方が考えられるのかという体で解説していきたいと思います。まあジャンベでもね、花本でも何でもいいんですけれども、コンガが一番でかいかなと思います。でみんなそれぞれ自分がやっている楽器に置き換えて考えてみてください。はい、まずやるべきは床ですね。床にこういうのを敷きます。 パカショ音がでかいっていうのはもちろんそうなんですけれども、振動もね、結構ありますから、これ叩いた時の振動が床から伝わって、それが苦情になるっていうケースね、結構あると思うんで、床は徹底的にやります。で、僕はね、マンションの時に使ってたのは、こういう防音防振のマット、カーペットっていうのが販売されているので、これとコルク、コルク材のマット、あと庭、ガーデニングなんかで使うですね、ちょっと隙間ができる、空洞ができるタイプのマットがあるので、それをこう、重ねて重ねて、 ミルフィーユみたいにしてね、今写真出てると思うんですけれども、練習する、えー、場所を作っておりました。これで防振防音がかなりできます、はい。ちなみに市販の防振防音カーペットはこんな感じで、1枚でも、えー、層になっています。これを何枚も重ねるだけでも効果があると思います、えー。ネットでですね、防振マットとか防音マットで検索していただければ、いろんなメーカーのものが出ると思いますので、調べてみてください。はい、では床ができましたら、今度は楽器の方をミュートしていきます。 え僕の場合はですね、こういう壁とかに貼る消音材、吸音材っていうのがありますので、これをこのコンガの筒の中に詰め込んでいきます。えー、こういうのなければね、別にタオルとか毛布とか何でも構いませんので、まあ、詰め込めば詰め込んだ分だけ音量を落とすことができます。えー、ちなみに今これ何も詰めていない状態で叩いてみます。結構音量がでかくなりますので気をつけてください。 はい、こんな感じです。これ、LP の中でも一番音がでかいモデルで、まあ、これぐらいの音量ありますと。で、今ね、もう明らかにピーク振ってるんで、多分音割れてると思うんですけれども、あえてそのままでいきます。ちなみに僕、これね、YouTube の撮影なんかするときは、大体コンガの中に今のこの消音材1個か2個詰めてます。普段の撮影のときね。これ、音がでかすぎて、マイク、 割れちゃうんでちょっとね、ミュートした状態でいつも叩いてる感じです。で今回はですね、この消音材が4つありますので、4つこのコンガンの中に詰めてみたいと思います。はい、でちなみに僕、ヘッド自体にも結構テープを貼ってミュートしちゃっています。これ余談ですけれども、プラスチックヘッドを使っている方でバイオンがヒンヒンね、鳴るという方はテープを貼ることによって押さえることができますので、やってみてください。で、この中に、さっきの消音材を、えい、ー、と。 はい、こんな感じで、どんどん、放り投げていきます。はい、消音材4つ入れてみましたので、ちょっと叩いてみます。はい、いかがでしょうか。かなりね、音、短くなって、デッドになったかなと思います。まあ、ある程度、音が出せる家であれば、これぐらいで。 いいかなと思いますけれども、多分ね、多くのアパート、マンションはもうちょっとミュートした方がいいかなと思いますので、さらにやっていきます、はいで。もし楽器のソフトケースをお持ちであれば、叩くところ、画面以外はケースに入れてしまうというのも手です。これはステイホームの時に世界中のパーカッショニストたちがやっていた手で、まあ、こんな感じでね、ケースに入れることで、ちょっと消音、あるいは防震の効果を得られることができます。これはコンガのケースじゃなくて、ね、ちなみにタムのケースに。 入れてるんですけどももちろん今後のケースをお持ちであればそれに入れると良いでしょうはいで最後はですねこの画面の上にタオルなど布をかけてしまうというやり方ですまあこれもうそのままなんですけれどもはいこれで完成ですはいそれだけっていう感じなんだけどちょっと叩いてみますねはいいかがですかめちゃくちゃ音量落ちてませんはい ちなみに僕はね、この状態で以前住んでたマンションでは普通に叩けて練習できておりました。で、これで叩いてみて、まだちょっと音量気になるなという場合は、このかけてるね、布の厚さをもっと厚くしてあげる。こういうふうに2枚重ねにしてあげたりすると、まあ、さらに音量を落とせますと。で、これが今ガの練習パッド的な。 感じにななるかなと思います基本的な音色の確認はできますし、一応ね、こういうヒールトゥーのを練習みたいなのができるので、まあ、これでやるとかなりいいんじゃないかなと思いますで。今のミュート術をやってもまだ苦情きちゃうよという方はね、これ楽器はもう諦めざるを得ないかもしれません。でそういう場合はね、もう練習台を作ってしまいましょう。はい売ってないんでね、これも自作するしかないということで、これ僕が作ったやつなんですけれども。 大体ね、直径30センチぐらいの丸板を、まあ、2枚買ってきてね、えー、接着剤でこうくっつけると、えー、かなりいい感じに音が鳴らない。思いっきり叩いてもね。まっ、あ、く問題ないっていうね、練習台が出来上がります。まあ、膝の上で叩いてもいいし、スネアスタンドがあればスネアスタンドに置いて。 いただくと、まあ、かなりいい感じに練習できるんじゃないかなと思うので、まあ、こういうのを作ってみるといいかなと思います。であと代替案としては家の中では、まあ、そもそも音が小さいパーカッションで練習するって決めてしまうってやり方ですね。で、おすすめはウドゥです。ウドゥツボのやつね。で、このウドゥの紹介動画でも言ったんですけども、まあ、ウドゥの音量って限りなく小さいこの人間のしゃべり声と同じぐらいの音量なんですね。で、この平らな面などを使えば まあそこでもいいですけれども、限りなく、コンガとかジャンベとか、大型楽器を叩いている感覚で練習することができますので、もう持ってない方はね、ウッドゥー家に一台置いておくといいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回はパーカッションの防音対策をお届けしました。何か参考になれば幸いです。で、家の中以外で叩くアイディアとしてはですね、僕が今までやったのは、例えば公園で叩くっていうのは王道ですけれども、あと車の中で 叩くとかね車、結構防音性高いですから、まあ、夏場ね暑くて、しんそうなんですけども、車の中で叩いたり、カラオケで叩くはまあ王道ですね。あとは高速道路、まあ、家の近くにね高速道路とか大きい道路がある場合は、あまり危険でない場所でなければ、結構大きい音を出しても大丈夫なところが多かったので、高速道路の、ね、高架沿い、高架下なんかで練習するのもいいかなと思います。 まあパーカッションなかなかね、練習環境を探すの大変ですけれども、いろいろ工夫してやってみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。他にも動画がたくさんありますので、概要欄再生リストからぜひご覧になってください。毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションワークショップもやってますので、チャンネル登録してぜひ参加していただければと思います。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。